をご覧いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。滝本仏光堂榎本です。107つの煩悩を持つ小林です。よろしくお願いします。お願いします。あと1個はどこですか。1個は頑張って消えてあと107つある頑張るわでちょっとあの質問に入る前に、はい、まあ、いつもあの5000円応援の方いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。でまたあの熱いメッセージで、そうですね、応援とかもお待ちしておりますので、先ほどに、ね、コメントいただけてね、はい、ありがたいですね、はい、でまた引き続きよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、今回もね質問の方が来ておりまして、はい、ちょっと早速いきます、ね、お願いします。はい、お仏壇チャンネルを楽しみにしております。はい、ありがとうございます。質問なんですが、引っ越しに伴い金仏壇をモダン仏壇に買い替えようと思っております。多いですね。菩提寺の住職は阿弥陀様はそのまま鎮座していただいた方が良いとおっしゃっていますが、当家の阿弥陀様の掛け軸は70台以上あります。モダン仏壇で両掛け軸ともに掛けるには標具をし直さないと難しいと思っております。でその1、阿弥陀様の掛け軸の長さを短く標具し直して両掛け軸を長さ幅ともに短くする。その2、すべて新しいものにする。まあ、他にも選択肢がありますかという質問と、おいおいおい、それを新しくすることで何か支障がありますかという質問。なるほどね。2つ質問来ておられますね。はい、富山県の方。ああ、ありがとうございます。はい、結構ね、はい、あの富山とかやっぱ北海道とか結構おられますからね。はい、ありがたいですね。で今回の、まあ、ご質問ですね。はい、あのいわゆるこう今金仏壇されてはって、はい、でそれをまあ言うたら引っ越すにあたって、はい、まあ、その家具調のまあちょっと小さいお仏壇にして、はい、でそうなってくると おじっかけ軸が ね、大きい金仏壇から小さいのにこう持っていく場合、はい、ちょっと大きすぎると、まあ、そうなりますよね、はい、でもまあお寺さんは、うん、まあ、そのおかけ軸を表具し直してでも小さくしてつけてほしいということは言うてはる、はいはい、でそれを踏まえた上で一つ目の質問もう一度お願いします。すいません、はい、おしゃべってると忘れてもらうんで、はい阿弥陀様の掛け軸ですね、を長さを短く、はい、表具し直して両掛け軸ですよね、うん、の長さ幅ともに短くする、うんうん、であとは全く新しいものにする、うん、他にも選択肢が、あ、なるほど、他に選択肢があるかということですよね、はい、多分ねこの方はねよく、はい、うちの仏壇チャンネル見ていただいてますので、はい、よくご存知なんです。方法としては、はい、そのおかけ軸を表具し直してちっちゃくする方法と、もう本当に新しくする方法、はい、その2パターンしかございません。ということは、まあ、このパターンそうです、はい、まあ、他にパターンはありますかと考えるとなかなか他のパターンはございませんので、なるほど、その方法としてはどちらかにしていただく、はい、この上位ですねという形ですね、はい、で2つ目お願いします。でそして新しくすることで何か支障ありますか、はい、そうなんですよ、この質問が難しいんです、はい、支障はあると思います。もう特にこの600から、まあ、別に新しくする別にね何もなくすわけじゃないですから別に支障はないのかなと思う、まあ、ないと思うわけですね、はい、でこの新しくするのに支障がありませんかという質問をよく考えると、これは2つの質問になるわけです、はいはい、1つ目、はい、お寺様がこのご本尊は小さくした方がいい、はい、その表具し直して小さくしていい方がいいとおっしゃってるんですけど、新しくしたいんですけど支障はありますかという質問と、はい、もしお寺さんに何にも言われてなかった場合、はい、おかけ軸を新しくしてもいいのかと、はい、まあ、自分のあれですよね、勝手というか、これは2つの質問が入ってると僕は読み解きました。わかりました深い深いです、はい、で2つ目の、はい、まあ、最初に2つ目の質問から、はい、まあいわゆるそのどう言ったらですかね、その何にも言われてない場合、はい、掛け軸を新しくしても支障がないか、はい、お寺さん聞いてきました。あ、わざ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 お寺さん聞いてきました。はい、はい、ご住職が、まあ、15人に支障がないか聞いてきてました。はい、はい、15人中15人 OK、 あ、新しくしていいと OK ですか。はい、別にお寺様に何も言われてない場合ですね、はい、あ、本当に仏壇を買い替えて、はい、掛け軸を新しくする、はい、その場合は何の問題もないというのが15人中15人、はいはい、ですのでこれは大丈夫です。問題ない問題ないです、はい、で僕ら あのこう付き合ってるお客さんでも結構そういうことありますけど、はい、でもほとんど変えておられます。なるほど、はい、で、はい、問題は一つ目に言った、はい、お寺様に言われてなおかつ新しく掛け軸をしたい、まあ言うたら言われてることを守れない守れないという感じです、ね、パターンの場合ですね、はい、でこのこれは変えていいかどうか、はい、これも聞いてきました、はい、例えば15人中5人はもう変えてええんちゃうかと、ほらガッと言いましたね、うん、10人はできたら、はい、その表具し直して寸法が合うんやったら、はい、そうし、あの使った方がいいと、はい、その場合は結構ね、はい、変わるんです。で意見として、まあ、聞いてきて多かったのは、はい、
サイズがまあ変わりましたね。サイズが変わる、はい、それでも使った方がいいと言われるのは、はい、先祖さんがよほどこう大事にされてきた仏壇やということを住職がこう知ってるからちゃうかと、はい、なるほど、そこの事情を知ってるということ、ね、はい、そう、先祖さんがね大事、はい、だからせめて掛け軸だけでも残した方がいいじゃないかと思ってはる、全部新しくするのではなくて、その可能性がある、うん、でもう一つはご本山から掛け軸を受けてた場合、はい、いい表層であったりとか、はい、やっぱりありがたいもんなんで、うん、できたらそのまま使ってほしい、はい、っていう方が多いと、はい、いうことになりますので、どっちか言ったらそのまま使った方がいいという答えが多かったです。なるほど、ね、はい、で僕も経験上そういうお客さんとおった時、まあ、大体 50% ぐらいの人はお寺様の言わはる通りにしちゃう、はい、それが一番いいようなですね、はいはい、で最近やっぱ半分ぐらい、あとの 50% はそれでもこう変えてしまうから、なるほどね、パターンの人が多いかなというのが多いですね。そうです、ですので一応今回のこのお客さんのまとめとすれば、はいはい、やっぱりこの感じからいくとやっぱり新しくしたいと思ってはると思うんですよ。まあその感じは、はい、感じますね、はいはい、ですので一回やっぱりご住職様とゆっくり相談された方がいいです。そうですね、はい、やっぱり変えたいんやったら変えたいなりのこの話していただいて、やっぱ思いを伝えて、その思いを伝えていただいて、そしたらですね意外とねこうご住職様もねそのこういう過去の話とか、はい、いろいろしてくれはるかもわかりません。なるほどね、それで考え直すかもわかりません、っていうのが答えなので一回じっくり考えてもらったらなと。そういうことですね、まあでもこうやってねちゃんとお仏壇買い替えるにあたって、はい、こうやってちゃんと考えてはるって素晴らしいですけどね。そういうことですね、こんなこと普通あんまり悩みませんから、まあ、勝手にしますよね。そう、そうでねいつもねこういう質問が来るとねそのお寺さんに聞いた方がいいとか言ってねすぐ言うでしょ。そうで、これはね逃げてるわけじゃないんですよ、はい、逃げてるわけじゃない、本当にねお寺さんってね僕のまあいろいろお話ししていただくお寺さん結構おられますけどね、やっぱりめちゃくちゃ勉強されたりとか、はい、やっぱりこういろんな経験されてはるのでね、本当にこうためになるんです。重みも違うし、ね、そうですね、はい、ご自身とお話しすることこう勉強になるんでね、できたらやっぱり普段そんなに喋る機会ないと思うんで、はい、こういう時こそじっくりお話しいただいたらね。そうです、はい、逃げてるわけじゃありませんので、はい、しっかり相談していただきます、はい、以上でございます、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。いつもお仏壇チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。